三農坊遺跡三王坊遺跡一三農坊遺跡は青森県五所川原市にある十三湖の北岸にある中世の宗教遺跡である。2017年2月9日に国の史跡に指定されている。この湖周辺には十三港遺跡など南北朝時代から室町時代にこの地を支配した安藤氏に関連した遺跡が集中している。中世に日本海貿易に携わり、 津軽地方に勢力を有していた安藤氏関連の遺跡である。安藤氏は13湖西岸に13港と称される港湾都市を設け、北岸には福島城を築いた。山王坊遺跡は福島城北方の山間部に位置する中世宗教遺跡である。同地に現存する日吉神社境内付近に神仏集合の信仰形態を示す中世。 建物群の跡が存在する。日吉神社一帯は古くから三能坊と呼ばれ、かつてはここにアウンジという寺院があったとも伝えるが、下吉二年、安藤氏が南部氏との抗争に敗れ、江戸へ逃れた後、衰退した。三能坊及びアウンジについて、中世の同時代の記録はなく、近世以降の知史にその名が見えるのみである。一例として、完成8年。 菅山澄が表した、外ヶ浜紀章には、山王坊とて寺の跡ありきと山王坊への言及がある。明治の神仏分離に際しては、それまでの山王宮を日吉神社と改称し、愛内村の日竜宮境内に移したということが、1870年の神仏根高神社町長,長に見える。一方、1876年の 新鮮道の区国市にはあいうち村の三郎房について言及されており、1876年までに日吉神社は旧地に復帰して、現在の日吉神社となったものと思われる。発掘調査は1982年以降、東北学院大学東北文化研究所が中心となり、当時の市浦村が協力して実施された。遺跡の使用部は ABC の3地区に分かれている。 A 地区は、現、日吉神社境内の東、三垂らし川西岸の斜面に位置する神社跡で、途中2箇所に平坦面を形成している。割石で築いた石段を登ると、一つ目の平坦面には、平廃殿跡があり、そのさらに上の平坦面には、鳥居跡と一辺6メートルの排石簿以降がある。ここからは、無宝塔や倉国旗と見られる壺破片などが出土しており、 三能坊に関わる層の墓所とみられる。B 地区は上記 A 地区の南にあり、東を三能坊川、西を見たらし川が流れる平坦部に位置する。手前から奥へ、拝殿、渡り廊、舞台、注文、水垣、本殿の遺構があり、拝殿西側には二棟の祖先建物遺構がある。このうち拝殿と推定される遺構は、片三県で来号柱を有することから、本来は、 仏道であったと思われ、これが古記録に言うアウンジの跡だとする考えもある。C 地区は B 地区のさらに南方、現、日吉神社入口西方の平坦地にある仏道以降である。東西棟の主要建物と、その南方左右にある南北東の建物、計算棟の礎石建物跡がある。主要建物は、寄せ棟造り、または入りもや造りの仏道と見られ、 桁行ユキシチマ、張間5県の主体部の北に、桁行ユキ3県、ハリ2県の都市部を設ける。この建物の特色は、水流をまたいで建てられていることで、境内がやり水を排した庭園を成していたことがわかる。他の二棟は、クリア産道所のような用途の建物とみられる。以上の建物群は14世紀半ばから15世紀半ばのものとみられ、この時期は、 安藤氏がこの地で栄えた時期と一致する。ありがとうございます。